はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルアープネシのピヨタです。さあ今回もひなちゃんメイズタワーやっていきたいと思います。まずはねチップ手下生成やっていきましょう。でねスキルチップ一応ね前回手に入れたキャラクタープラスねやっている途中でもう一度ねサポートひなちゃん出てきたんでそれでやろうかなと思っております。あれサポートひなちゃんちょっと違うかな。少々お待ちをください。お待ちをください。サポートひなちゃんですよね。これが普通の2体出てきてこっちが多分ですねちょっと育てた方です。で、OK です。でチップ手下生成からスキルチップ、グダグダだな。とりあえず絵の具ひなちゃん、つぼひなちゃん、かわしろポリよくわかんないやつで、あとねコメントの方で全体回復を持っているいぶき水彩がいいですよっていうことを教えてもらったのでいぶき水彩が、あといぶき絵画と、前回ね手に入れておー強そうだなって思った、こちらいぶき椅子と、ちょっと育てたサポートひなちゃんでね、プロトニトリボスも、一応やっていこうかなと思っております。サポートひなちゃんをねもうあの中に入れれば基本的にこれだはいらないかなということを思いまして、で、とりあえずスキルチップに変換していこうと思います。まあね、20% 以下になった時ディフェンスとあと魔法防御実数で10増加するっていうのはかなり強いんですけれども、なんですかね、体力を 20% 以下になるとき基本的にほぼ 20% 以下になる前にワンパンで沈められそうになるんで、なんですかね、もうそこまで 20% になったらすでに時すでに遅しみたいな状況なんで、それだったら回復能力を高いキャラクターを入れた方がいいかなと思い外しました。ということで早速やっていきましょう。絵の具ひなちゃん完全にひなっていうもう要素がなくなってますけれどね。さあ行きましょう。誤飲、30% でメッキを付与する。へえ、元気かなこれ。メッキどっち。次、つぼひなちゃんかわいい、個人的にすごい好みな感じです。知らんがなってことですよね。行きましょう。割れ物注意、物理攻撃を受けたとき 20% で発動、攻撃した相手に通常攻撃を行う。おー、パンダひなちゃんにこれはつけといたらいいな。で次カワシロポリ、鉛筆盾みたいなもんですよね。いきましょう。ポリゴンアタック、これは敵のとき使ってきたやつですね。魔法ダメージなんだ、なるほど。8プラスマジックわかんないな。 MGC の ×0.42、 これはサポートひなちゃんにつけてもいい感じですね。ヒールのためにね魔法力上げてるんで、でもまあヒール用にしたいんだよな。で次、いぶき水彩が出てきてね感動したんですよね。すごいって思いました。見た目すごいですよね。もうなんか感動です。言葉にならない感じでした。スパッタリング、敵全体 10×0.35 の魔法ダメージで、40% で耐性ダウン S を付与。あれちょっと違うぞ。一応ね情報をもらってた限りでは別のスキル名だったな。じゃあこれ育てないとダメってことですか。なるほど、わかりました。じゃあねこれもう一体取ってこないとダメですかね。もう一体いますけれども、こちらも多分同じ感じになりますよね。じゃあこっちは育てて次回星の数増やして次回やりましょう。次イブ機械がよいしょ、メガフラッシュ、敵全体に20プラス、マジックの ×0.3 の魔法ダメージ。やっぱ魔法系が多いですよね。で次いぶき椅子、ほりゃー頑丈、ディフェンスが4上昇する。
で次サポートひなちゃん、どうだろう、出てくるかな、レアスキルの方。あーヒールか、くー強いんですけれどもね。これ消費 SP3 じゃなければ2だったらもう最強化するんですけどもね。まあしょうがない。で次プロトニトリボス、ここまでね本当にありがとうございます。では感謝を込めて変換していきましょう。剣の波動、敵全体にさすが強い技をお持ちで、じゃあどうしましょうかね。今日は本当にですね、毎回毎回やることがないんですよね。今日は党攻略は無理そうなんで、どうしましょう。じゃあキャラクターを育てるような感じにしていきましょうか。まあキャラクターを育てて、で、途中でキャラクターどう言えばいいんですかね、新キャラって言っても多分もういないと思うんですよね。なんで、うむ、どうするべきかって話してる間に時間がどんどん過ぎてくんだよな。ほんと毎日投稿に向いてないな。じゃあとりあえずこちら探検隊ひなちゃん、あと、いぶき水彩画、このね2体をパーティーに入れて、今出てきたスキルも装備して、それで一回塔に挑んで強さの確認って感じいきましょうか。まあ、魔法攻撃にね、川城ポリとかそういう感じのに魔法攻撃がどれぐらい効くかとかも確認しておきたいんで、そういうまあ今回は検証的な感じでいきましょう。じゃあ、早速ね装備してまいりました。ということでね、タワー芸術のね塔を挑んでいきましょうか。どれくらいね魔法攻撃が効くのか、まず川城ポリちゃんとかに、当ててね確かめていきたいと思います。おおアイコンがひなちゃんばっかりになっちゃった。とりあえず、やっていきます。じゃあ早速ね打ってみましょうか。さあメガフラッシュ全体攻撃覚えさせております。いきます。どれくらい効くんですかね。通常攻撃だと防御が高いやつとかね結構いますし、ほい、変わりなく全員、まあそこまでね上下しなかったですね。でもやっぱりあの魔法防御みたいのもあるらしいっぽいですね。キャラによって微妙にって、何今の時間停止状態、時間停止してる間にあんなことやこんなことを、主にダメージを与えるようなね。なるほど、タコ殴り状態かよ。うわ時は止まってるとか何なんだよ。そして時は動き出すとかどこかにないんですか。やばい、水彩画ちゃんが完全にピンチ。おっそ上げ。そっか、鍵状態のね、鍵ちゃんはね、すごいなんか本当にダメージ、非ダメージ、敵のダメージのね、方も上がるし、敵の非ダメージも上がるしっていうね、ほんと、もろは状態。よし、オッケー。危なかった。まあ、とりあえずね、敵によってやっぱり左右はするみたいですね。じゃあ一番効果があるのはやっぱりね、川城ポリですかね。はい。じゃあ、それが出てくるまでカットしていきましょうか。では、カット。はい、じゃあね、次はこちらの敵の方に魔法攻撃当ててみましょう。さーてと、行きましょう。メガフラッシュ。跳ね返された感がすごいな。敵は SP っていうもう気にしなくていいからいいですよね。もう、くそー、強い。攻撃を、普通にここの敵、
体力が高いんですよね。もう油断もできない。スキル、メガフラッシュ。うわ、まだ倒れない。まだですか。くー、まだですか。それはきついですね。もう、てか、攻撃をそんな上げてないせいっていうのもありますよね。今んとこ一番攻撃が高いのが、冒険家じゃん、探検家ひなちゃんが今一番高いんでね。それの高さでこれですからね。もうちょい、ちゃんと考えないとダメですよね。ではまた次のね、敵が出てくるまでカットですね。まあ、多分、川代ポリちゃんです。ちゃん付けしいいものか。よし、出てきましたね。川代ポリ。さて、探検家とかは、まあ別のね、やつを殴りつつ、スキル、メガフラッシュ。おー。でもパンダひなちゃんがグーで殴った方が火力高いんだよな。とりあえずひなちゃんをヒールしてと。うお、マジで。ジュエルアタック、マジですか。ちょっとこれはまずい。でもまあ、普通に多分、ひなちゃんで殴ったら、そうですよね。探検家ひなちゃんで17ですからね。これ、すごい、防御高いやつですからね。オッケーです。なんでジュエリーが先に死んだ。サポートひなちゃん。わー。火力がないキャラクターは攻撃が通らないですね。普通に殴ると4ですからね。くー。やっぱヒール能力が高いのはいいですよね。さて。あとはもうグーで殴れば OK ですね。やっぱり、この敵の中で一番効いてくれるのが魔法攻撃が物理と差が出てくるのは、あれですね。川代ポリが、差があるみたいですね。まあ、大体予想はついてましたけれども、今後ね、こういう魔法も携帯しなきゃ倒すのが難しい敵も出てくるでしょうし、考えないとダメですよね。他に試してない敵っていたっけ？多分いないですよね。ボスに撃って戻って終わりといたしましょうか。ではカット。はい、じゃあね、ボスにダメージ入れていきましょう。どれくらい入るのかね、見ていきましょう。一応コメントの方でね、魔法攻撃は、SP に変えられちゃうからねっていうことを注意してもらいました。なんでね、とりあえず魔法攻撃のダメージがどれくらい通るかっていうね、当倍で通ってくれるのかっていうことだけを検証していきます。さて、よし、来ましたね。防御も高いんだよな。行きましょう。8ぐらいの耐性ですか。まあまああるぞ。でも攻撃も防御が高いですね、これ。まあ、まあ、これは普通にまずいやつでしたね。なるほど。じゃあ、とりあえず攻撃をね、上げつつっていう感じですよね。攻撃、魔法防御を上げていないと、これはまずいですね。はい、ということでね、戻ってきたんで、最後に、まあ、箱というね、なんかすごい8号っていう、この運のいいやつで手下生成3回行いましょう。今回は何にしよう。じゃあ、パズドラ魔法石。一回も買ったことないけど、川代太り。なるほど、運営を太らせてるだけか、ということか。深いな。で、じゃあ、ツタヤで。適当にも程があるだろう。アックススイカ。切り倒し、通常攻撃で敵にとどめを刺すと、SP が 20% 回復する。おー、なるほど。捕食の SP バージョンみたいな感じですか。これは強いな。じゃあラスト行きましょう。じゃあなんだろう。
じゃあ次は X フラッグと打とうと思ったら、なんかスペルミスしてんな。ここか。 X フラッグ、モンストのねとこですね。おお、椅子ですね。はい、じゃあ今回はここまでといたしましょうか。ここまでのねご視聴ありがとうございました。次回までにね、いぶき水彩画プラスね、探検隊ひなちゃん、このね二人をとりあえず、星35へにはしておきます。まああと11増やすだけじゃねえかっていうこともありますけれども、本当にね、録画外とかでこういうキャラクターをですね消滅させると本当に取り返しつかないことになるんで、もうなんか録画外なのに気抜けないんですよね。はい、ということでね、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。